皆さんこんにちは。レック専任講師の木村と申します。今日は2020年の、土地家屋調査士試験合格を目指す方へのガイダンスということで、レックの調査士コース、ここが変わった、さらに手厚くなった書式講義で、アウトプット力強化というね、ちょっと長いタイトルなんですけれども、こういったテーマで皆さんにお話の方させていただきたいと思います。まず土地家屋調査士試験ということで、このガイダンス聞いていただいている方は、この試験に多少の興味を持っていただいていることと思います。で、2020年の試験を目指すために、こんな時期から学習を始めなきゃいけないのかということでね、レックの調査士試験の初学者向けの、カリキュラム、このあたりをね、中心に説明していきたいと思います。ただこのガイダンスのテーマとして、書式講義、ここが、前年度と比べて大きくリニューアルしましたよというね、ことをお話ししていきたいと思うんですけれども、何しろ皆さん初学者の方がほとんどだと思うので、書式の講義どこが変わったね、いきなり言われてもやはりちょっとピンとこないと思うんですね。ですから今日のガイダンスは、まずは調査士の仕事って、具体的にどんなことをしていくのか、それから、どんな試験なのか、ここがやはり一番大きな問題になってくると思うんですね。実際どんな試験でどんな勉強をどのぐらいの期間やって、どのぐらいの人たちが合格できるのか、このあたりまず知っていないと、やはりその試験にチャレンジしようっていうね、こう具体的なイメージも湧いてこないと思います。ですからこの試験について少しお話しした上で、じゃあこの試験に合格するためにレックの初級講座っていうのはどんなカリキュラムなんだろうか、そして2020年向けのコースは前年度とどのあたりが変わったのか、こんな順番でお話の方は進めていきたいと思います。はい、では、お手元にパンフレットがある方はご用意していただければと思います。はい、こちらですね。はい、2020年合格目標のレックの初級講座のパンフレットということになっています。で、土地家屋調査士試験に興味を持っていただいて、こちらの方を聞いていただいていると思うんですけれども、この下にある測量手法って何なのか、ちょっと気になるところだと思います。で、この測量手法をやはりこれも国家試験の一つなんですけれども、同時進行で学習していただいて、こちらの試験も受けていただくという方も出てきます。で、これは土地家屋調査士試験の特徴の一つであって、土地家屋調査士試験っていうのはまともにそれだけを受けようとすると、午前の試験とそれから午後の試験、これ両方受ける必要があります。ただ土地家屋調査士試験の合格者って、ここ両方受けて合格する人ってほとんどいないというのが現状です、本当に実際数人という単位になってくると思うので、できれば午前の試験を受けたくないんです。で、その受け単位で午後の試験だけを受けるという方法を取ることができます。そのためにこの測量手法、これを同時に勉強していただく、そしてこれにまずは合格していただくといった形でね、講座の方を受講していただく方もいらっしゃいます。ただ皆さんがそうじゃないんですね、実は。もともと測量士法、それから測量士、あとは1級建築士、2級建築士、この4つの試験どれか合格してますよっていう方は、もともと午後の試験だけを目指す学習をしていただけるので若干楽です、ただどれも持っていませんっていう方は、この測量士法もセットになったコースを受講していただいて、5月に測量士法の試験、そして10月に土地家屋調査士の午後の試験、これを受けていただくことになります。このあたりも、この後ね、コースの方でご説明していきたいと思います。はい、じゃあまずは最初に、実際土地家屋調査士ってどんな仕事をするのかっていうところから見ていきましょう。はい、パンフレットない方は、画面にずっとね、映していますので、画面をご覧ください。
はい、ではまずは4ページですね。はい、4ページ。はい、こちらを見ていただくと、こんな時に不動産、土地家屋調査士の出番ですというふうに出てきました。はい、家を新築したとか増築したとか。はい、それから土地の利用状況。はい、これ地目なんていうふうに言いますけれども、この地目を変更したとか。ね、このあたりだったらイメージは湧きやすいのかなと思います。ね、まあ家を建てました。ね、そうすると、土地家屋調査士の出番ですとあります、ね、本来だったらこれ家建てましたって言ったらその建物の所有者が登記というものをしなきゃいけない、ね、これしなければならない義務があるんです、所有者に、ね、でも登記って何、ね、その登記をすることって実際できるのかなって言ったら、ほとんどの一般の方はそんな知識ないですよね。だったら専門家にお願いしましょう。ここでの専門家っていうのが土地家屋調査士ということになるわけです。じゃあこっちはどうなのか。土地の利用状況。だから例えば畑として使っていた土地、もうでもずっとね、何十年も畑として使っていなかった。だからそこもう駐車場にしようか。そうすると利用状況というのは畑から駐車場というふうに変わります。そうするとやはりその登記というものの地目というところが変わってしまうので変更しなきゃいけないという話になってきます。これもやはりこの建物を建てた時と同じように土地の所有者がやらなきゃいけないことなんだけれども、実際に知識がない人はこれをやらなきゃいけないっていうこともひょっとしたら知らないかもしれない、ね、だからやはり専門家にお願いしようっていう話です、ね、次に土地を2つに分割して片側の土地を売りたい。はい、まあこれはどういうことなのかちょっとイメージつきづらいと思います。はい、まあ、これは広い土地を持っている土地の所有者さんがいて、やっぱり全部も使ってないから一部売りたいんだよな、ね、まあ、そういったこともあるでしょう。その時にその土地が一つの土地のままだったら、その例えば半分だけ誰かに売りますよって言った時に所有権の移転、そんな言葉を皆さんちょっと耳にしたことあるかもしれませんけれども、その所有権の移転に伴ってやはり登記を、ね、することになるんだけれども、そこが一個の土地の一部という状態だと登記っていうのはできない、ね、所有権移転登記といって A さんの土地を B さんに売りましたっていうふうになったら、当然 B さんの名義にB さんとしてはしたいですよね。でもそれが一部の土地のままではできないので、そこを一個の土地としたい。その時にこれです、土地を2つに分割してそこを一個の土地としましょう。だからその土地を一部ということではなく全部という状態にしましょう。じゃあどうするのかって言ったら、そこ土地分ければいいんだね。でも実際に現況土地をパカッと分けるわけではなく、これです、ね、やはり登記ということで登記記録を分けるということになります、ね、実際にじゃあ登記記録ってどんなものなのかっていうのはこの後ね、皆さんにお見せしながら説明はしていきたいと思います、ね、でもまあこれらの時ってやはり土地家屋調査士が専門家としてこれ出てくるところということになるわけです、ね、で建物だったり土地だったりっていうことになるので、いわゆる不動産と呼ばれるものですよね。でこの先土地や建物が世の中からなくなることってこれありえないですよね。そうなってくると土地家屋調査士の仕事ってまあこれなくなることはない、ね、でこれらの仕事って土地家屋調査士の
独占業務なんです。だから例えば司法書士さんなんて聞いたことあると思いますけれども、司法書士さんだったり、あとは弁護士さんだったり、ね、これらの人にもできないんです、ね、できないというのは、これはそこを業とすることができない、反復継続してお客様から報酬いただいてっていうことは、これ土地家屋調査しか できないんです。ね、それぐらいちょっと専門性のある仕事っていうことになってきます。はい、で土地家屋調査士を説明する上で、やはり欠かせないのが登記、登記というふうにね言ってまいりましたけれども、この不動産登記、ね、この言葉は土地家屋調査士の業務からはもちろん、その業務を行うにあたって試験を受ける際にも不動産登記って切っても切り離せない言葉になってきます。ちょっとしたマーカー引きましたけれども、どんな建物と土地を誰がどのように持っているかということを明らかにする制度、もう不動産登記制度というのがあって、不動産登記法という法律があります。そこでいろいろ詳しいことを規定しているっていうことになります。で、私たち土地家屋調査士が関わってくるのは、どんな建物と土地を、ね、この部分です。これを明らかにするというのが私たちの仕事。はい、そして詳しく書いてありますけれども、広さや種類など、どこにどのような不動産、これを明らかにするのが表示に関する登記といって、私たち土地家屋調査士が業とできる登記の部分ということになります。で、誰がどんな権利を持っているか、先ほど所有権移転登記なんていうお話をしましたけれども、所有権というふうにね言うぐらいだから、これ権利ということになります。あとは他人の権利として、例えば担保権の中でも抵当権なんていうのはね、これよく耳にするかなと日常でもね思います。そういった誰がどんな権利を持っているかっていう部分に関しては、司法書士さんたちが所有者に代わって代理で行う部分ということになるので、権利の部分は私たちはできませんけれども、この最初の部分、どんな土地なの、どんな建物なのという不動産の物理的な現況を明らかにする部分、ね、これを表示に関する登記と言いますが、ここを所有者等に代わって代理で行う、ここを業とできるのは土地家屋調査士だけなんですよっていう話です。土地家屋調査士だけがという独占業務になるので、やはり私はこの資格に興味を持ったのはこの部分非常に大きかったです。はい、でどんな土地なの、どんな建物なのという物理的現況を明らかにするということは、はい、当然パンフレットの写真にも載せていますけれども、現地での調査というのは当然これ必要になってきます。だから現場に出るの、外での業務っていうのが好きじゃないんだっていう方はちょっと向かないのかなというふうに思います。現場に出て実際に建物だったら建物の調査、土地だったらこのような測量機器を使って土地を測量したりっていうことも出てきます。はい、で普段は普通に生活していたらあまり気にすることもないような境界確定、土地と土地、土地と道路との境なんかをこれ確定していくための業務なんていうのもこれはあります。そして実際にその現場で調査した結果をもとに書類を作成して、先ほどからね何度も申し上げているこの登記という部分、
登記を申請する、ね、そしてその結果をお客様に引き渡して報酬をいただく、ね、こんな流れになっています。はい、で実際にこれ登記の申請という部分に関してはこれは登記書と呼ばれる、ね、法務局というところに、ね、ありますけれども登記書に出向いているような形、ね、出頭して申請するような写真がありますけれどもこれは、はい、今は何も出頭する必要もなくて電子申請、オンライン申請なんていうふうにね言いますけれども要はインターネットで申請することも可能ですし従来から、ね、郵送で申請することももちろん可能です、ね、まあ、こういった形で登記の申請これを行うのが主な仕事だというふうに思ってください。はい、では続けて見ていきましょう。じゃあ実際にどんな試験なのかというところをね見ていきます。はい、9ページ。はい、パンフレットは9ページになりますが、土地家屋調査士の試験概要。はい、見ていただくと、10月の試験になります。で、午前の部と午後の部というふうにこれあります。ただこの午前の部を受けようとするとこことここ両方受かる人っていうのは数人しかいませんよっていうお話ししました。したがってここは受けません。その代わりに、はい、ページ前後しますけれどもこの測量司法、はい、こっちの試験を受けていただくことになります。はい、ただ先ほどもね申し上げた通り免除資格持っていない方ということになります。はい、4つの免除資格ということをお話ししましたけれども測量士補測量士それから1級建築士2級建築士、ね、じゃあどれが一番取りやすいのって言ったらこれです、ね、測量士補試験もちろん国家試験です、ね、で大体毎年合格率はまあ 20% ぐらいね、大体そのあたりを推移しています、ね、でじゃあ土地家屋調査士試験の合格率ってどのぐらいなのか、ね、これは大体 8% ぐらい、ね、2018年の試験、ね、これは、9% を久しぶりに超えた、ね、私はちょっと 9% 台っていうのを初めて見た、ね、まあ、そのぐらいのちょっと高い、合格率が出たんですけれども大体毎年 8% 台です。そうすると、まあ、測量士補の、まあ、20% ぐらいっていうのはやはりかなり高いというふうに考えます。でその中でもやはり測量士補の試験って学生さんなんかも結構受ける試験であまり勉強しないで試験受けるっていう方が結構いらっしゃいます。だからその中で 20% っていうのはこれかなり高いです。だからきちんと勉強すればこれ皆さん合格することができる。そういった試験の内容になっています、ね、ですからまずは免除資格ない方はこれを5月に受けていただくっていうシステムを取っています。はい、でこれを受けた上で合格したらここ午前の部を免除されるということになるのでこの午後の部の試験対策だけでいいということになるわけです、ね、だから途中はどうしてもこれを学習する方は並行してやっていかなきゃいけないので、まあ、正直大変な時期っていうのはあると思います。ね、ただどう考えてもその方がね、合格する可能性はぐんと高くなるということになります。はい、じゃあ実際に、まあ、8% それから 9% ということをね申し上げましたけれども、だいたい毎年4000人超えるぐらいの受験生がいてでその中で、まあ、400人だいたい合格者が、ね、いるという話になってきます。4000人から5000人ぐらいの、受験者数の中でだいたい400人ちょっとの合格率、ね、まあ、そのぐらいの中に入っていかなきゃいけないということでこれやはり大変です、
ね、で先ほど測量司法の試験は、まあ、勉強しないで受ける方も結構いますよということを申し上げましたけれども、じゃあ土地家屋調査士の試験はどうかって言ったら、もうそういった方はほとんどいないです、ね、もう土地家屋調査士試験の受験生っていうのはもう絶対に合格するぞっていうふうな形で、もう何年も勉強している方もこれ実際にいらっしゃいます、ね、そういった方がもう本気モードで試験に挑んでくるわけですから、勉強しないで受けるなんていう方はほとんどいないです、ね、でその中で 8%9% の中に入らなきゃいけない、ね、これは相当の覚悟が必要ですよ、ね、生半可な勉強では正直合格することはできない、そういった試験になってきます、ね、ただ相対評価の試験なので、まあ、大体 8%9% ぐらいの合格率にするために合格者っていうのはこう上下するわけです、ね、そうすると試験が難しかったら当然合格点というのは下がってきます、ね、逆に試験が優しかった場合合格点というのは上がってきます。で近年の試験どうなのかっていうと、これが比較的優しい、ね、要は基本的なところからの出題が続いています。ということは合格点ってどうなるのって言ったら上がってきます、ね、で、2018年それから2017年ですね、これは合格点が81点という、まあ、これ非常に高い点数です、ね、それだけでも周りの受験生ができているっていうことなんですね。これだいたい合格者数をまあ400人ちょっとにしようと思ったら、そのぐらいの合格点で区切らないとこれダメだっていう話になってくる、ね、だからどこをきちんと勉強するかっていうのが非常に大きなポイントになってくるわけです。これを独学でやろうと思ったらこれなかなか難しい。で、土地家屋調査士の試験ってやはりちょっと独特で、法律の勉強だけしてれば受かるのかって言ったらそうじゃない。さっきも言いましたけれども、登記の申請というところがそのまま試験に直結してきます。だからこんな場合はこんな登記を申請しなきゃいけないんだなっていうのをまずはしっかり理解した上で、じゃあこの登記を申請するときにどんな申請書を作成するのか、ね、で申請書だけでは足りなくて、その申請書に図面というものを添付しなきゃいけない、この図面を作成しなきゃいけない、ね、こういったちょっと特殊な技能を必要とします、ね、そうするとこの部分がどうしても初学者の方は一番つまずきやすい部分なんです、ね、これ独学でするっていうのはなかなか難しい。そして皆さんどこかの予備校に大体通っています、ね、中には独学でねやりましたっていう方もお聞きしたことありますけれども、本当に一握り、ほとんどの方がどこかの予備校を利用して、まあ1年間はきっちりと学習をした上で試験に臨んでくるというのがね、まあ大体のスタンスだと思ってください。はい。で、じゃあどこをしっかり勉強するのか。これはその法律の勉強でも同じです。例えば民法っていうのもこれ試験範囲になってくるんだけれども、民法のほとんど土地家屋調査士の試験に出てこないようなところをしっかり勉強して知識を得たからってこれ合格点取れますかって言ったらやっぱりそうじゃないです。やはり試験に出る部分をしっかり学習しておくっていうのが非常に必要な対策ということになってきます。だから予備校でここが怪しいよという A ランクの部分、そこをいかにしっかりと学習するか、これが非常に重要になってきます。だから1日平均3時間勉強してくださいねっていうふうに私申し上げてます。でも同じ3時間勉強した人でも A さんは A ランクのところをねしっかりと学習しました。でも C さんは C ランクのところしか勉強していません
ていうふうになったら、同じ3時間ずつの勉強でもこれ取れる点数って当然全然変わってきます、ね、だからどこをやるのかっていうのも非常に重要になってくると思ってください。でここをやってくださいっていうのは、もうこれは私たち講師がきっちりと講義の中でお話ししていきます。 A ランクの部分に関してはとにかくここは重要だということ、そして重要部分に関しては絶対に分かっていただかなきゃ困るので、詳しくそしてより丁寧に解説していきます、ね、そういった講義を心がけているので、ここは皆さんしっかりと信じてね、できればついてきていただきたいなというふうにね思っています。はい、じゃあもうちょっと詳しく試験についてね見ていきたいと思いますけれども、はい、午後の部、ここを受けていただきますよ。はい、じゃあ実際に午後の部の試験ってどんなものがあるのか。はい、択一、そして書式、このように大きく分かれます、ね、で択一というのはいわゆる法律の勉強をしていただいて、そして5つの足から、まあ、正しいものを選びなさい、それから間違ってるものを選びなさいって言われる五子択一式の問題になってきます。はい、でここで50点。そしてこの書式と言われるところ、ここでも50点満点。計100点満点の試験で、前年度、前々年度っていうのは81点を取らなきゃ合格できないというようなね、これ試験なわけです。そしてこの書式と言われる部分が土地とそれから建物について1問ずつ問題出てきますけれども、あ、じゃあ2問しかないんだ、ね、そんなに優しいものではないです。土地についての登記の申請書と図面、建物についても登記の申請書と図面、これを作成する、ね、ここがやはり初学者の方がなかなか悩ましいところということになってきます。はい、で合格することができたら、その後に口述試験っていうのも待っています、ね、口述試験っていうのはいわゆる面接です。でもこれに関してはもう筆記で合格するレベルにある受験生はほとんどの方が合格できます、ね、だからこの対策っていうのはもう筆記試験に受かってから考えればいいぐらいのレベル、ほとんどの方が受かってます、ね、私が知っている合格者の方でダメでしたっていう方は聞いたことがありません、ね、だからとにかくこの試験を目指す方はこれです。10月の筆記試験の午後の部の対策、これだけをしっかりしていただくっていうことになります。はい、じゃあこの択一、それから書式についてもうちょっと詳しく見ていきたいと思うので、パンフレットは6ページに戻ります。はい。パンフレット6ページから7ページにかけて、はい、知っておきたい4つのこと。はい、まず1番、はい、午前の部はもうこれ免除を取得ということで、持ってない方は測量司法を取っていただきますよという話。そして2番、択一問題で苦手分野を作らない。はい、択一20問出ますよ。はい、その20問の内訳としては、民法が3問、不動産登記法が16問、そして土地家屋調査司法が1問、これ足してもらって20問です。はい、で1問の点数が 2.5 点ということで、択一50点満点ということになるんですね。でもうこの問題数を見ていただくと分かる通り、ここです。不動産登記法16問、ここで40点分あるわけです。
だからおのずとどこを学習すべきかっていうのはもう見えてきますよね。法律は民法、それから不動産登記法、土地家屋調査司法とあるけれども、この不動産登記法もうここを勉強をメインにしていくっていうのはもう言うまでもないと思います。これはなぜかって言ったら、冒頭でお話ししたこれです。不動産登記って何、ね、要はここの専門家なわけです我々は、ね、だから当然試験っていうのもここを主に聞いてくる。だからここをしっかり学習する。はい。じゃあこの民法っていうのはどうなのか、ね、やはりおろそかにすることはできません。はい、おろそかにすることはできないんだけれども、民法ってこれ条文だけで1000を超えるような条文があるわけです、ね、でなおかつそこに伴っていろんな判例っていうのがあって、そこから出題があるわけですね。そうするとそれ全部端から端まで勉強してなんていう時間は当然ありません、ね、それやったからね、やったとしてもそれが点数に直結してくるとは到底思えない、ね、だからレックのテキストっていうのはとにかく過去に民法の問題として出題された部分をギュッと凝縮して作っています、ね、でそのテキストの中でも講義はとにかく重要部分を中心にやっていきます。だからそこから出たら確実に取っていこうね、でもやってないところから出たらもうそれは捨て物として、ね、もうこれは諦めちゃいましょう、ね、まあこんなスタンスです、ね、これでだいたい2問取ることを目標に学習していきます、はい、そうすると民法で、1問は落としてもいいでしょう。マイナス1問、ね、不動産登記法できれば全部取りたいですけれども、1問、ね、までなら落とせるというふうにしましょう、ね、で土地家屋調査司法に関してはこれはやはりまれに細かいところから、ね、出てくることもあります、はい、したがって、これも落としたとして、ね、マイナス3問、はい、そうすると17問取れるわけです、ね、もう最低17問を目指していただきます皆さんには、ね、皆さんにはというか、受講していただくとなったら、ね、できれば18問取っていただきたい、ね、このぐらいを目指していきたいと思います、はい、そしてその下に、はい、基準点というのが出てきました、はい、これ何かというといわゆる足切り点です、はい、足切りという言葉あまり、ね、いい言葉ではないですけれども、最低ここまで取っていないと書式の問題採点しませんよというちょっとね恐ろしいラインになってきます。でそれが平成30年2018年の試験では14問、そしてその前の年は15問、だから最低でもこれだけ取っていないと書式は採点すらしてくれないので、当然合格なんてすることはできません。はい。でじゃあこの14問15問択一で取っておけば確実に合格できるのかって言ったら、私択一は最低17目指してくださいねっていうふうに言いました。正直これギリギリだと合格はほとんどないと思っていただいていいです、はい、これなぜかというと毎年合格する方っていうのはだいたい択一、18問ぐらい取っている方がほとんどです、ね、中には19問という方も20問全部取りましたっていう方ももちろんいらっしゃいます、ね、でもだいたい18問、ね、この近年平成30年、平成29年に関しては、やはり19問という方が私の周りではね、非常に多かったです。ね、それぐらい取らないと、結局総合の合格点で81を超えるっていうのがなかなか難しいんです。
だから理論の学習として択一の勉強をする際には皆さん目指すところは17、できれば18、これを目指していくんだっていうことをね、ちょっと覚えておいてください。はい、そしてこの基準点っていうのはもちろんね、超えなきゃいけないけれども、これだけでは足りないんだっていうことになります。はい、そして7ページに行きまして、書式書式というふうに言ってきましたけれども、書式問題ってどんな内容なの。はい、下にちょっと図面がねありますけれども、実際にこういった図面を書いていただきます。はい、じゃあどんな道具で書くのか。はい、こんな道具で書きます。はい、ちょっとね光ってしまってますけれども、はい、三角定規です。はい、でもまあ学生時代ね、小学生だったり中学生だったりで三角定規使ったと思いますけれども、ちょっと違いますよね。同じ形で重ねるとまあ正方形になるような、全く形は同じです、ね、ただ目盛りが、はい、ちょっと変わってるんです。はい、縮尺目盛り付きの三角定規、ね、これ250分の1というふうにありますけれども、これを上に上がってもらうと、この目盛りってこれ一目盛り1メートルを250分の1で示している目盛りなんです。だからこれでそのまま書くと250分の1の縮尺で作られた図面が自動的に書けるっていうことになるんです。で、こっちは500分の1とあります。だからこのラインの目盛りっていうのは、これ500分の1の縮尺で振っている。だから一目盛りが1メートル、これを500分の1の縮尺で、だから250分の1だと、まあ、倍の大きさになってますよね。はい、まあ、こんな定規、三角定規を使って書いていきます。はい、で実際にこのような図面、これは建物の図面なんですね。はい、こんな図面を作っていきます、ね、ただ安心してください。いきなりね、こんな複雑そうな図面を最初から皆さんに、はい書いてくださいなんていうことはもちろんしません、ね、優しい問題から徐々に徐々に本試験に合わせて難しくしていくので、初学者の方でも無理なく進めていけるようにね、そういったカリキュラムになっています、ね、ただ見ていただくと分かる通り、やはり書式問題と呼ばれる部分に関して皆さん不安を抱えるのは当然だと思います、ね、三角定規使ってこんな建物の図面を描いたことがある人って、まあ、ほとんどいない状態で皆さん受講されます。私が受験生の時ももちろんそうでした。でやはりやったことないことをやり始めるってとても不安ですよね。だからどうしても初学者の方って書式問題のところ、ね、そこが一番ネックになってくる、ね、だからレックのカリキュラムとして2020年向けの講座は、皆さんそこに不安を抱えているんだったらそこを手厚くしましょうということで、この書式部分の演習回数を増やして、ね、そして解説も手厚くして皆さんに無理なく本試験に、そこで戦える力をねつけていただけるようにということでね、カリキュラムの方は変更してリニューアルしてまいりました、ね、ぜひ一緒にね学習していきたいなというふうに思っています。はい、そして7ページの最後4番目、はい、近年の試験傾向は基礎力重視ということで、基礎力重視ということはどういうことなのか。はい、先ほど申し上げた通り、
合格点が81点、はい、合格点がこれだけ上がるということは問題の内容が基本的な内容になっているからほとんどの人が解けるような問題ですよっていうことになってきます。要はそんな細かい論点、 C ランクの論点をつついてくるような問題が少ないっていう表れです。だからとにかく基礎をしっかりやりましょうっていうことなんです。で、基準点択一35点です。これここでもお話ししました。35点っていうのは20問中14問、でも14問、はい、20問中の14問です、35点っていうのは。でもこれだけではやっぱり81点に届くのって難しいわけです。書式満点近く取らなきゃいけないっていうことになってきます。それもやっぱりなかなか難しいよねっていうことで、やはり18問欲しいなっていうことになってきます。で、実際に基準点というのは択一だけではなく書式にもやはりあります。択一基準点突破しました、書式採点してみたらこの 33.5 に行っていない場合、これは不合格です。はい、だから土地家屋調査士試験の難しいところっていうのは基準点と言われるこの足切り、択一これ超えて、そして書式もこれを超えて、なおかつ総合の合格点でこれ超えなきゃいけないっていう3つの壁がある、これなかなか難しいんです。だから例えば択一満点取りました、で書式31点でした。そうすると総合の合格点では81いきますよね。こっち50点、こっち31点で81いきました。でもここの足切りに引っかかって合格できないんです、その人。だから両方ともコンスタントに勉強して点数ある程度取っておいて、なおかつこれ超えなきゃいけない。だからこれを超えるためにやはりここしっかりと手厚く学習して取っていきましょうっていう内容、非常に、厄介な試験と言われています。で、輪をかけてやはり難しいのが時間との戦い。実際に土地家屋調査士試験の時間っていうのは何時間あるのか、はい、9ページの筆記試験のところね、見ていただくと午後の部1時から3時半まで2時間半の試験です。2時間半、最初2時間半って聞いた人は、あ、2時間半もあるんだって思う人がほとんどなんですけれども、実際にじゃあ解いていったら全然足りないです。最初は2時間半で択一20問で書式1問ずつ、これを2時間半で解くっていうのはなかなか至難の技です。だいたいどんな時間配分でやっていけばいいのか、このあたりはおいおいね、受講していただくに際して、皆さんにご説明する機会があると思うんですけれども、だいたい択一40分、そして書式土地と建物で、50分ずつ、そして10分見直しの時間が取れたらいいねなんていうのが理想の時間配分っていうふうにね言われてますけれども、なかなか書式問題これ50分で解けるようになるのは難しいです。で、ここはやはり問題の内容によっても時間っていうのは変わってくるので、常にもう皆さんは早い時期から時間というのを意識してやっていただかなきゃいけないなっていうことになってきます、とにかく時間のない試験だっていうのはね、これは頭に入れておいてください。はい、ではこの試験
ね、まあ、今難しい難しいっていうことばっかりアピールしてしまいましたけれども、これに合格するためにレックではどんなカリキュラムを組んでいるのか、実際にパンフレットで見ていきましょう。はい、ちょっと進んで12ページですね。はい、12ページのストレート合格 A コース、はい、これは先ほどからお話ししている免除資格ない方がこの測量司法のコースもセットになっている初学者向けのコースということになります。だから免除資格ない方はこの A コース、ストレートの A コースを選んでいただくのが一番いいのかなと思います。で、免除資格があるよという方は14ページの免除資格者 A コース、これを取っていただくと、ここにあった測量司法のコースがねポッと抜けているだけなので、他は何も変わりません。はい、で15ページとそれから13ページに B コースというのがあるんですけれども、まあ、これはちょっと特殊な方と思ってください。 B コースを選んでいただける方は、例えば司法書士さんなんか、ね、あの民法の部分だったり、あとは不動産登記法でも最初の部分、ね、本当に最初の部分に関しては理論の知識は十分あるのでいりませんよっていう方、その民法に自信がある方は B コースでもいいですよというようなね、A コースを設けているので、ほとんどの方は A コースを選ばれます。したがってちょっとご説明も A コースの方でねさせてください。12ページのストレート合格 A コース、はい、このインプット完成講座というのがもうこの初級講座のメインになってくると思ってください。はい、この部分が全69回ということで、もうほとんどここに時間を費やすと思っていただいていいです。で、このインプット完成講座の中でも、全体構造編というのと徹底解析編というのに分かれていて、回数から見ても分かる通り、メインとなってくるのはこの徹底解析編です。だから、ストレート合格 A コースを選んだ方のメインになってくるのはインプット完成講座の徹底解析編、こんな風に考えていただいていいと思います。はい、でその中で理論の講義が32回、書式の講義が22回とありますけれども、はい、ちょっとマーカー引いたことでね、ちょっと色で潰れてしまいましたね、余計に分かりづらくなってしまいましたね。はい、22回、はい、ここが大きくリニューアルしています、ね、書式の回数というのはこれは前年度までは15回だった、これを22回というふうに大幅に増やしました、ね、でここで実際に土地と建物についての問題をまずは皆さんに演習時間として50分の時間で解いていただきます、ね、でその後に解説といった形を取ります、ね、もうだからどんな風に解いていくのかなという大体の部分に関しては全体構造で大枠をつかんでおく、そして徹底解析に入ったら書式の時間はまずは問題を解く、ね、でも全体構造でしかやっていないので全ての問題に答えられる知識がついてるかっていうと実はそうではない、ね、でもその部分は飛ばしてでも自分がここでやってきたことだけを回答できるようにまずは50分の時間をかけて皆さんに解いてもらう、でその後に解説講義をきっちりとやっていくというのがこの書式のスタイルです、ね、それが15回だったものが22回に増えましたよということで、ここがかなり手厚くなっています。はい、でここ22回というのはこの上の理論のところを見ていただくと、理論全部で32回あるんですけれども、そのうちの10回は民法です、
ね、だから残りの22回で不動産登記法と最後の1回は調査司法、これが入ってくるんですけれども、交互に学習していけるという非常にこれもメリットだと思います。書式と理論とを交互に学習していって、そこを要は一つの知識として最終的には皆さんのもう体頭に植え付けてもらいたいと思います。最初の頃はやはり理論の知識っていうのは法律の勉強ということで択一のため、書式の勉強っていうのはこれとにかく手を動かして申請書書いて図面書いてっていうふうにもうバラバラで覚えていくしかないと思います。最初は皆さん当然初めてなので、ね、でも最終的には理論の学習っていうのは書式の学習にもなっているし、書式の学習っていうのは理論の復習にもなっているしっていうことで、ここの相互学習って非常に重要な意味を持ってきます、ね、だから徹底解析に入ったら書式理論書式理論っていうふうに交互に学習していくことで、これ知識の定着は非常に早くなってくると思います。でもちろん今講義の話だけしてますけれども、講義の他に自宅で学習するという時間は平均だいたい3時間は取っていただきたいと思います、ね、まあ、平日ほとんどの方がお仕事されてるかなと思うので3時間取るのはちょっと難しいかなと思います、ね、だったらお仕事忙しい時は2時間は取ってください、ね、2時間平日やって、そしてお休みの時に例えば5時間やる、ね、まあ、それぐらいのことをしていくと平均だいたい3時間は皆さん勉強しています。そうじゃないとこれ合格にたどり着けない、なかなか厳しい試験です、ね、ただまあ今厳しいことばっかり言ってますけれども、ひたすら理論の勉強だけしているだけでなく、今言ったように図面を描いたり、ね、あとは電卓を叩いて計算したりっていうことが出てくるので飽きないと思います。その書式の学習を嫌いにならなければ、書式の勉強していて寝てしまうっていうことはこれ絶対ないと思います、ね、理論の学習だとどうしてもテキスト読んでっていうことがねメインになってくるので、あ、途中で寝ちゃったっていうこともひょっとしたらね、通信の方なんかは特にあるかもしれない。でもそこで間に書式の学習が入ってくるとなると、これ当然寝てられないですからね。ですからその書式の部分の学習を楽しんでできればね勉強していただければいいなと思います。苦しいことばっかりだとやっぱり続かないですからね。でどうしても数学的な知識っていうのもこれ一通りやらなきゃいけない部分っていうのが出てきます、ね、三角関数なんていうのをねこれやる必要が出てくるんですけれども、あ、学生時代になんかやっちゃった、やったことはあるだろうけれども忘れちゃってる、ね、まあ、そういう方がほとんどですね、調査士の試験目指すのって理系の方が多いんでしょって思われるかもしれませんけれども、必ずしもそうじゃないです。いろんな方がいて、文系の方はもちろんのこと、大学院まで出てる人もいるけれども、もちろん高校までの方もいる、ね、まあ、学歴正直そんなに関係ないと思います、ね、その三角関数を例に出しましたけれども、もちろん一からねこれやりますから全く心配する必要はないです。とにかく今言いたいのは、やはり書式と理論、ね、せっかく交互で学習できるようなカリキュラムを組んでいるので、そこはきちんと通信の方もそのスタイルでやっていただいて、書式の学習を、まあ、できるだけ楽しんで、ね、やってもらえたらなというふうに思っています。そのためにもこの書式の部分しっかりと増やしているので、演習は時間を必ず測って、そしてその後の解説きっちり聞いていただいて、自分ここ書けなきゃいけなかったんだけれども書けてないなっていう部分が見えてくると思います、ね、そこはしっかりと復習していただく、そういったスタイルで学習してもらうことによって無理なくインプットできていきますからね。はい、そして直前ファイナル討論というところに進んでいくんですけれども、まあ、これは模擬試験です、ね、模擬試験が討論編というのとそれから公開模試編というのに分かれていますけれども、まあ、模擬試験が8回あると思ってください、ね、でこれをきちんとやって、そして10月の本試験に挑んでいくっ
ていうような内容になっていきます。はい、で正直もう今から言っておきますけれども、レックのファイナル討論っていうのは非常に難しくて有名ですので、まあここが全部できないとここに合格できないのかって言ったらそうではないです。かなり難しい問題も出しますので、その難しい問題の中でもここは絶対できなきゃいけないよっていう部分の確認だと思ってください。あとはもうこれを毎回本試験だと思って時間の感覚を身につける。こういったためにこのファイナル討論はあるんだっていうこと。ここを考えていただいて、だいたい学習を開始するのは早い方だと6月ぐらいから、ね、そして10月の試験を目指してもらいますよ、ね、まあ、こんなカリキュラムになっています。はい、で下見ていただくと、はい、まあ、数学的な知識が多少必要ですよというふうに申し上げましたけれども、計算部分に関してはこの関数電卓を使っていきます。だから三角関数の知識っていうのをもちろんね、きちんと学習し直していただきますけれども、計算に関してはこの電卓がやってくれるので、この電卓操作っていうのも皆さんにはね、きちんと覚えていただきます。はい、そして先ほどちょっとお見せした三角定規、これはレックで実際販売しています。ここに載せているアイテムで販売しているのはこの三角定規だけなので、あとはご自身で購入していただくことになりますが、このような全円の分度器だったり、あとは六方、はい、これに関しても受講生価格というのでね、買えるようになっていますので、ご案内は入れると思います。入れます、ね、でそれをもとに、まあ各自購入していただくということになります。はい、ただ六方に関しては皆さん絶対に買ってくださいねというスタンスではないので、まあ、必要だと思われる方は講義でもちょこちょこね、六方を引いていきますので、必要な方は受講生価格で買うことができます。はい、で最後にちょっとね、この電卓の説明だけね、させていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、実際に同じものを、はい、もう初めての方がほとんどだと思うので、同じものを買っていただいて、講義の中で一緒に電卓叩いて、ここをこうこのように叩いてくださいっていうふうにね、説明していきますので、やはり同じものぜひ購入してくださいね。自分持ってるんだけどっていう方は、まあ、講義の中でその皆さんがねお持ちの電卓分かりませんので、ご自身で使い方はもうマスターしていただくっていうことになります、ね、ですから初学者の方はね、やはり購入していただくことになろうかと思います。はい、あとはちょっとね、順番前後しましたけれども、不動産登記について実際どんなものなのか、はい、これはレックの2019年度の、ね、テキストをちょっと持ってきたんですけれども、実際にテキストの中に登記記録ってどんなものなのかっていうサンプルを載せています。まあ、これ登記事項証明書として誰でも、例えばこれ土地なんですけれども、この土地の情報を知りたいなと思ったら、これは法務局に行って、ね、まあ今は行かなくてもこの情報を知ることができるわけです、ね、じゃあこの土地の情報を知りたいと思ったら、その登記記録の内容を書面にしたものを請求することができて、ね、でそれを登記事項証明書というふうに言います。で私たちの表示に関する登記っていうのは、要はその土地がどんな土地なのかっていうのを明らかにする、物理的現況を明らかにするということで、このようにこの部分、ね、これが土地家屋調査士が所有者に代わって業として、ね、この部分について、例えばこれ登記記録がまだないような土地だったら登記記録作ってくださいねとか、ね、あとは先ほどちょっとパンフレットで事例としてね出てきましたけれども、
目と呼ばれる利用状況が変わったんだというふうになったら、この部分を変更してくださいというような登記の申請をする。そうすると、はい、これもやはりね、テキストの中のページなんですけれども、畑として使っていた土地、これを駐車場に変更したんだ、ね、そうすると所有者は畑から駐車場、駐車場ってこれ雑種地なんて言われるね、ちょっと聞き慣れない言葉で地目を表していきます。ここ変わりましたよっていう登記を所有者が本当は申請しなきゃいけない、ね、でも一般の方はそんな知識がないから、土地家屋調査士という専門家が代わりにやりましょうねっていうことで、登記の申請をすると登記記録どうなるのか。はい、もともと畑として登記してあったんです、ね、でもこれを駐車場として使い始めたので、雑種地という地目に変えてくださいという登記の申請をした結果、はい、雑種地というふうに地目が書き換えられます。そして、はい、こんなふうに、いつから変わったの、平成31年1月20日に地目が変わりましたよっていうことが登記記録を見れば誰でも分かるようになっている。この登記記録書き換えてくださいとか、作ってくださいとか、閉鎖してくださいとか、ね、そういった登記の申請をするのが土地家屋調査士の仕事ということになってきます、ね、何度も言うように、ここを行とすることができるのは土地家屋調査士だけなんです。独占業務なんです、ね、それだけの専門家なので、当然国家試験、試験だって難しくなって当たり前ですよね。簡単な試験にして適当な土地家屋調査士がどん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 世に出たらどうなりますかっていう話です、ね、だからこの部分はもちろんしっかりと学習した人だけが土地家屋調査士としてやっていけるような形で、当然試験だって難しくなってくるということになります、ね、まあ、それだけ学習が必要だということになるので、価値のある資格ですね、そして冒頭でも言いました通り、不動産が世の中からなくなることっていうのはないわけだから、合格して、そして土地家屋調査士として独立開業した暁には、自分の努力、腕次第でどん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 、ね、仕事の幅を広げていける業界じゃないかなと思っています、ね、ですからぜひ興味を持っていただいた方は、体験なんかもね、これできますので、もっともっと知っていただきたいなと思っています、ね、でこのガイダンス、ね、今回のタイトルは、まあ、ここが変わりましたよというタイトルでしたけれども、実際にじゃあこのメインとなってくるインプット完成講座を体験してみよう、このようなガイダンスもご用意していますので、こちらもぜひね、視聴していただきたいと思います。そして他の、まあ、予備校さんもありますから、いろんなところを見ていただいて、レックがいいというふうに思っていただけたら、ぜひ2020年の試験に向けて一緒に頑張っていきましょう。はい、では、1時間ちょっとね超えてしまいましたけれども、このガイダンスはここで終了したいと思います。ぜひ皆さんのお申し込みお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。